ここは山の中、遠の昔に廃線となった駅。今は草木が茂り、錆びたレールを隠している。先ほど汽笛が聞こえたような気がしたが、おそらく空耳であろう。脱線事故やら人身事故が頻発し、それら諸事情により使われなくなって久しい。もともとは炭鉱のための線路であった。草木に埋もれる前に時代に埋もれてしまったわけだ。駅のホームから下の線路に降りてみる。恐る恐る茂みをかき分けて歩く。すぐにレールを見つけることができた。意外に原型をとどめている。そんなに錆びてもいない。まるでつい最近列車が通過したような。ふとこのレールの上に石ころを乗せてみたくなった。今石ころを乗せたため昔脱線事故が起きた。歪んだ時空を運行する四次元鉄道。そんな想像をしてみたのだった。再び汽笛の音を聞いたような気がした。それは空耳ではなかった。奇妙な鳥の鳴き声なのであった。